伸びそうだからコメント残しとこ。今なら子さん間に合うぜ。ニュース、ちょっと私がトーニーだ。サムネイルとタイトル見てびっくりしたと思います。なんと、なんとですよ。私トーニーの LINE スタンプが販売開始しましたよ。いしょLINE スタンプを作るにあたって、業者とかに依頼した場合、すごいお金がかかっちゃう。俺の編集テクがあれば、自分で作れるんじゃね?と思って、自分で作りました。販売するにあたって、クリエイターズマーケットみたいなところで審査があるんですけど、マジでむずい。俺も何回落ちたの ?8 回ぐらい審査落ちた。ようやく申請が通りまして、この動画が上がってから全国販売開始です。いや、すごい。今回私が作った第1弾トーニースタンプは、ブレイキングダウンバージョンとなっております。見ていきましょう。はい、というわけでこちらがトニースタンプブレイキングダウンバージョンです。やばマジで俺やん。自分が LINE スタンプに俺ブレイキングダウン10本戦に出場したトニー選手の公式スタンプがついに登場。全部で8種類用意しました。まず左上から森に帰れてーぜんげー。いつ使う?どの場面でこのスタンプを送る?友達と喧嘩した時送ってください。で次拳で語り合おうや。これおもろいな。じゃあ拳で語り合おうや。科学実験失敗したみたいなと男目に髪引っ張り回されてから、しかも背後から卑怯野郎が。優秀見てよこれ。何だこれ。中村さんだよこれ。そこは本編でカットされてる。いつの間にそんな髪型だった。拳で語り合おうや。ようとっさに出てきたなこんなセリフ。じゃあ拳で語り合おうや。続いてバラバラにしてやる。いやいつ送る。こんなん会社の上司とかで送ってみ。即クビですから。言い合いになった時とかにこれを送っちゃってバラバラにしちゃうけど。はい、続いてこちら。忘れたとは言わせねえぞ。これいいですね。忘れたと言わせねえぞ、おいこれ。本当はここね、男梅みたいな顔面しやがってにしてたの。そしたら、審査落ちました。お菓子あるじゃないですか。お菓子のキャラクターが中村にそっくりだったんで、男梅みたいな顔しやがってって言ったんですけど。男梅が著作権かなんかで引っかかったんで、忘れたとは言わせねえぞっていうセリフにしました。この顔やばくね?アナコンダみたいな口しとる。続いて、本戦決定。この画面から切り取って作りました。神社集合でタイマンハローみたいな時にこのスタンプを送ってください。はい、続いてありがとうございます。ちゃんと使えそうなスタンプも用意してます。これめっちゃ使えるよ。うわで、スーパーサイヤ人トニーになる瞬間喧嘩上等。はい、続いてお疲れ様でした。これも使える場面あるんじゃない。この表情でお疲れ様でした。東京リベンジャーズぐらいの勢いで。お疲れ様。そして最後に、了解。了解はめっちゃ使くない。背中に死ぬこと以外かすり傷。死ぬこと以外かすり傷って何なんて話やけど、俺が試合出る前に親父からもらった一通のLINE。渋すぎる。かっこいいと思ってガウンに入れました。後半3つは結構使えそうよ。忘れたとは言わせねえぞ。まあ、使えるけど。最初の3つに関しては煽りスタンプや。スタレーしてやれ。友達が起きん時とかに、お前学校遅刻してんぞ。送ってやってください。以上紹介した全8種類、今回スタンプになりました。自分で作ったけどめっちゃ時間かかったけど、こちら、LINE コイン50コインで購入できます。150円やったかな。これが値段設定決まってるんですよ。最低金額が150円だったんで。150円やけんね。ドリンクいっぱい買うぐらいなら、トニーのスタンプを買ってください。概要欄に URL 貼ってます。ぜひ、そちらからダウンロードして、トニーのスタンプ使っちゃいここでお伝えしたいんですが、こちらの売上金は全額能登半島地震の被災地に寄付します。これは本当に釣りとかじゃなくてガチで全額寄付させていただこうと。いろんなトップ YouTuber の方々、ヒカキンさん1000万円寄付したとか、正直何百万円とかないんですけど、何かしら僕が力になりたい。本当に微力ですけど、このスタンプを作った理由はお金儲けをしようと全く思ってない自信で、困られてる皆さんのために寄付金に回させていただくことにしました。募金する気持ちで購入してもらっても構わないですし、視聴者の皆さんは全然何も気にせずに購入してもらっていいです。このスタンプおもろと思って購入してもらっていいですよ。そんな重く受け止めなくて大丈夫です。僕の方から寄付させていただきます。今でも被災地で辛い思いをされているたくさんいらっしゃると思うんですけど、被災地の方が僕の動画を見て少しでも元気や勇気を、辛いことも吹き飛ぶような動画を今後も上げていこうと思います。たまに見るんですよ、コメント欄で。トニーの動画見たら辛いことも忘れるわ、元気出たとか、それが一番僕らのやりがいですので、今後も笑顔になってくれると嬉しいです。こちらのスタンプを早速私の妹に送ってみたいと思います。どんな反応するっちゃろ。ガチであるわ。自分がスタンプになった。3、2、1。既読せんと既読せんと。おら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 。森に帰れたぜが。拳で語り合うや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 。バラバラしやけど。バラバラしやけど。バラバラしやけど。忘れたと言わせねえぞ。忘れたと言わせねえぞ。忘れてる。森に帰れ。森に帰れ。既読せん。史上最高な煽り。これマジおもろいわ。え？